にちは。あ、話しかけられない。ミオ。ん？破滅の大彗星。あー。お告げ？この人は何かの宗教の人？さまよえる魂だって。たったの100万ルピアで精霊の力が宿ったこのメテオライトの、え？あー、というアイテムを販売するのね。って言っちゃってるじゃん。じゃやばや。知らない。お金がないと呪われる定め。あら、そっか、残念だな。さよなら。こんにちは。なんかこういう人たちは、あ、この人話せる。こんにちは。最近の子供たちってほんとひどいわ。昔は素直に親のいいことを聞いたものよ。あの子ったらもうどこ行ったの？宿題をほったらかして。あ、さっきおやつ食べてたさ、二人のどっちかじゃない？さっきおやつ食べてたよ。わあ、お家素敵だね。これ生えてるのバナナ？後ろの岩。こんにちは。音楽聴いてる。よう、あんちゃん。で、感想はよ。感想？何のこと？このケロンチョンのビート。これが作ったミックステープ。すごい、作ったの？で、感想は？うん、すごくいい。活かしてます。なんかビートっていうような、なんかこう ベースっていうかさ、なんかどんどこどんどこしてる感じじゃないよね。癒し系の音楽。あんちゃん。あーだよな。最近じゃケロンチョンわかるやつが減っちまってよ。へー、そういう文化があるのかな。ケロンチョンは植民地時代にこの国へ持ち込まれ磨き上げられた古い音楽ジャンル。聞いてっと心が落ち着くだろ。そいと現実逃避してリラックスすんのにぴったりの音楽さ。いいね。音楽はいいよね。よう、そうだ。俺のデモテープを持ってけよ。プレゼントだ。ありがとう。いいって。だって悪いし。頼むぜ、あんちゃん。ケロンチョンを愛する同行の死には滅多に出会えねえんだぜ。そうなの？それにま、ミックステープはいつだってまた作れるしよ。どうもありがとう、かな？ケロンチョンのテープを手に入れた。やったー。ケロンチョンって音楽が何なのか謎だけど。昔からの文化ではあるけど、最近の若い人は、ケロンチョンっていう音楽は聞かないんだね。さあ行きましょう。
お、脚立を見ます。はしごにメモが貼ってある。このはしごは市民防衛官の所有物につき触らないこと。はーい。こんな、触っちゃダメなの？厳しいね。ふむふむ、今日のニュースによれば、市内上空を飛んでいく彗星がまた目撃されたそうだ。今週に入って3度目らしい。政府も国立宇宙局もこの件に関して一切声明を発表していない。どうやら世界の終わりが近いってことか？さっさと結婚しといてよかった。ふむ、こいつは妙なニュースだ。女生徒の幽霊を目撃した後、気絶していた女性が見つかったらしい。え？幽体離脱？現場となった鹵鹿高校は、幽霊が出没する恐怖スポットとして知られているか。ふむふむ、予報ではこれから大雨が来そう。あら。必ず傘を持って出かけ、鉄砲水に備えるようにと。うん、危ないね、急に降る雨はね。うん？ふむふむ、まだあるニュース。今日のニュースによれば、食品監督庁は町の屋台で売られている食品内の有害物質に注意するよう市民に呼びかけているとか。え、さっきのおやつの、あれも屋台だよね。大丈夫？あー、染料やネズミ肉、防腐剤が含まれている危険性がある。あー、そうなんだ、うわー。お待たせ、猫ちゃん。こんにちは。あ、そっちに行くの？こっちは行き止まり。なんか意外と一本道だね。行きましょうか。お、また住宅街かな。ニルマラの家はこの辺りのはず。ニルマラって言うんだ、あの子。やば、誰かいる。こんにちは、デビーさん。あなたも、え、会合？だったら一緒に行きません？え、そうしましょうか。あら、娘さんは連れてかないの？ええ、それが。どうしたの？何かあった？娘は最近、学校へ行くのが怖いみたいで。それに夫が、ああ、その上司とうまくいってなくて、ニルマラを学校へ入れるのに借りたお金のことで、夫はちょっと苛立っていて、ああ、そっか。それで娘に八つ当たりしちゃって、チクシク。ニルマラは部屋に閉じこもって、誰とも話したがらないの。私もどうしたらいいのか。まあ、それは大変ね。どうして娘さんは学校が怖いの？それがよくわからなくて、誰かに相談しようにもどう伝えたらいいのか悩んでいて。だったらちょっと早めに会合は行かない？歩きながらもっとお話ししましょうよ。え、そうね。それがいいかも。ありがとう。いいのよ。悩みはいつでも打ち明けて、ご近所さん同士助け合わなきゃでしょ。いい人だね。言ったぞ。今のうちに魔法の杖を。ここがニルマラの家っぽい。もう屋根の上乗ってる。さすが猫。門は閉まってるけど、父親が中にいるみたいだ。
玄関から忍び込むのはやばそう。いっそニルマラに会いに来たって伝えてみる？けど、ニルマラが家を抜け出したって父親に知られたらまずい。ああ、そうだね。家に閉じこもってるってお父さんはきっと思ってるからね。それに幼い女の子を追いかけ回す変態高校生だって思われちゃう。困ったぞ。八方塞がりだ。けど、どうにか魔法の杖を取ってこないと。にゃんこに取ってこさせれば？取ってきてって言ったら取ってきてくれそう。賢いもんね、この子。にゃん、ほら、にゃん来た。ボルケ、あ、ボルケっていう名前なの知らなかった。あ、飼い猫？いつからそこにいたんだ？そうだ、2階の窓からニルマラの部屋へ入れるんじゃないか？となるとどうやって2階へ上がろう？探索かな？お、見る。手が高すぎて手が届かない。台みたいなものはないかな。さっきの脚立じゃないそれ。でも触っちゃダメって言われてるけど。ん？地域活動のため道路を封鎖中。でもさ、あんな脚立をさ担いで歩いてたらさ、明らかバレるよね。あれ？ここに座ってた、ニュース読んでた人いない？あ、ニュースじゃない、新聞読んでた人。おじさん。あー、忙しい忙しい。それに眠くてたまらん。安月給で働く典型的な市民防衛官のあるべき姿だよ。お疲れ様です。これじゃないですかね。調べましょう。もう一回。あー、おい兄ちゃん、私のはしごに何してる？あー、これおじさんのだったの。その素敵なはしごだなって。うわー、このはしごってすっごく頑丈そう。それにクロムメッキが。なんか怪しいもんでも吸ってんのか、兄ちゃん。頼むから手を焼かせんでくれよ。このはしごには指一本触れるんじゃないぞ。こっちは忙しくて目が回りそうなんだ。できたら少し眠りたいもんだが。くっそー、このはしごがあれば部屋へ上がれるのに。なんとかできないかな。あ、魔法の赤本を今使ってみたりする。使います。スペースダイブと、あ、カセットテープだ。